皆さん、こんにちは。最強超人、アツマです。ちょっと寒くなってきたんでね、いい感じのね、カシミヤを着てみました。そんなことはどうだっていいんだ。この度ですね、皆さん、なぎさがなんと、e ベースボールプロスピエースリーグ、通称スピリーグのね、ホークスの監督に就任しました。開幕に先立ちまして、監督座談会があるそうです。ということで、今回のテーマは、これだ！なぎさ、最強超人になりたければ、監督座談会でしっかりと存在感を発揮せよということでね、爪痕を残してくることが大切なんだぞ。他のチームの監督もな、かなり手強いと思うんだけれども、ホークスの名にかけて、負けるなよ、なぎさ。それでは、監督座談会、どうぞ。e ベースボールプロスピエースリーグパリーグ監督座談会。さあ始まりました。本日は e ベースボールプロスピエースリーグ、通称スピリーグ、こちらの監督の皆様にお集まりいただき、開幕前にシーズン展望を占う監督座談会を行っていきます。司会進行、私清水久志です。そしてアシスタント MC の古田千佐子です。さあ古田さん、はい、古田さんもプロ野球お好きで、はい、カープ女子ではございますが、はい、パーリーグはもちろん気になってましたよね、はい、そうですね、私は千葉県出身なので、はい、まあ、ロッテファンも周りに多くて、最後までわからないオリックスとの優勝争い、もうめちゃくちゃ楽しんで見てました。千葉県出身でカープ女子っていう意味がわかんないですよね。はい、もういきなりもうさすちゃん、ヒーツじゃねえもん。もうなんかちょっとね、テンションが下がってます。今日は岩本さんと里崎さんをどうコントロールしていくかが我々のポイントになってますんで、皆さんがのびのびと喋っていただいて頑張りましょう。早速いきなり牽制球が2球飛んできたわけでございますが、今日はですね、モバイルゲームプロ野球スピリッツエースを用いた e スポーツイベント e ベースボールプロスピースリーグについて、パシフィックリーグ各チームのスピリーグ監督の皆様にお話を伺ってまいります。それでは各球団のスピリーグ監督、ここでご紹介してまいりましょう。福岡ソフトバンクホークス、荒垣渚監督、よろしくお願いします。千葉ロッテマリーンズ、里崎智也監督、はい、よろしくお願いします。埼玉西武ライオンズ、高橋智美監督、よろしくお願いします。東北楽天ゴールデンイーグルス、聖沢亮監督、お願いします。まだ通りできるよ、まだできるよ。北海道日本ハムファイターズ、岩本勉監督、毎度どうもよろしくお願いします。ビッグマイク。そしてオリックスバファローズ、乾恵美監督、よろしくお願いします。あー、とにもかくにもセンセーショナルなのは乾恵美監督でいらっしゃいますが、乾恵美監督はソフトボール日本代表選手でご活躍、国際大会の舞台もたくさん、頂点にも立ちましたが、今オリックスで球界初女性スカウトでご活躍されているということで、いやー古田さん、非常に目立ちますね。いや本当にもうアカデミーコーチだったりスカウトとか、もうどんな采配を振るわれるのか楽しみにしております。スカウトでもう選手獲得しはったんですか？一応昨年、はい。誰ですか、誰ですか？北亮斗選手を。北の発掘者担当スカウトでしょ？一応はい、担当スカウトで。高卒ルーキー初打席初球ホームラン、はい、釧路、はい、見てたし、ありがとうございます。発掘者、ほー、そんな何週目中。新しい風を吹かせるかどうか非常に楽しみなオリックスという存在もありますが、今日はですね、皆様に丸バツで手元に札がございます。こちらで答えられるお題を出してまいりますので、お手元の丸バツ札を出してお答えいただきたいと思います。古田さん、はい、お題の方を最初お願いします。はい、それでは最初のお題はこちらです。今皆さんにはスピリーグのユニフォームを着ていただいていますが、正直自分のユニフォーム姿はこの中で一番似合っていると思うか、丸かバツでお答えください。どうぞ。あー、ちょっと遠慮しよっかな。おっと、おー、5人罰、荒垣さんが、終わった、荒垣さん今、おい、なぎさ、自信持っていけよ。荒垣さん今丸から罰に。俺は何でも似合うんだやろ。すいません、じゃあもう、あ、いいじゃないですかねえ。いや
ホークスのユニフォームから、はい、今度はスピリーグの、はい、このホークスユニフォームいかがでしょうか。いやもう本当に黄色が映えてる、もう嬉しいです。ちょっと一番の割にちょっとね似合ってると思ってんのにコメントが薄いですよね。皆さんが罰するからですよ。難しいぞ本当にこの2人がいるからもう似合ってない、似合ってない僕ら5人からしたらね、そんなおこがましくていろんな発言できないですけど、似合ってるって思ってる自負してんのにコメントが薄い。これからそれを広げていくんですか佐々木さん。ちょっと まだまだこれからですよ。じゃあ聞こう、すいません、もうギブもうギブ大丈夫かホークス。いやでも荒垣さん、やっぱりホークスのユニフォームを着て、はい、またこのユニフォームを着るっていうのは選手としてどうですか、元選手としては気持ち。いやいや、やっぱもう着たいですよ僕、やっぱりね、いくらでも、はい、嬉しいですよ。もう身長本当に高いんで非常にスラッとねこのユニフォームが映える。ありがとうございます。もちろん選手の皆さんは荒垣さんよりも背は低いですよね。もう一番目立つという意味では、はい、もう現役もつい最近までやってらっしゃいましたし、いやもう荒垣渚が帰ってきたなという感じがいたしますが、91ぐらいで喋ってんで MC が存在感出せよ。丸だって丸やで、今一番の見せどころ6人中1人丸一番の主役やのに。そうやで、もっと言った方がいい。いるじゃないですか主役。いやだって俺ら5人は罰だから。はい、そう調整してくださいよ。ライオンズの高橋智監督、なんで俺だみたいな顔をしないでいただきたい。大丈夫です、大丈夫です、はい。でどうですか、でももうついこの間までやっぱり、はい、感動的な引退試合も含めてこのユニフォームにまたそれを通していただいた、はい、ライオンズファンはもう嬉しいと思いますよ。そうですね、はいはい、アカデミーコーチでも来てるので、はい、なんか特にはそういう思いはないので、はい、でもちょっとやっぱりいつもと違う雰囲気もありますよね。そうです、はい、先ほど里崎さんとちょっとお話しさせていただいたんですけど、ちょっと薄いんですよね。なるほど。あのソフトバンクさんみたいに派手な感じでもなく、ちょっとシンプルすぎるので、はい、ちょっとそこら辺でスポンサーチーム状況表してるね。あー、分かる分かる。まだ1問目ですよ。誰が言うんですか。何時間するんですか。誰が言うんですか。誰のせいですか。MC ちゃんと回してください。はい、回します。では続いてのお題に参りましょう。はい、参ります。スピリーグ監督の話を受けてからプロスピエースを結構プレイした、あげてください。お願いします。プレイはどうだ。丸丸丸。バツ2人、丸が4人で、結構岩本さん、乾さんパパッと入りましたけども、はい、日本ハム岩本監督いかがでしょうか。はい、やっぱそのあり方を把握して、各選手たちとその一瞬一瞬一喜一憂を共有したいという岩本の気持ちです。渚さんみたいに周りを見ながらしらーっと上げたりしないです。パッと上げます。じわーっと、僕スローモーションかと思って。オリックスユニカではもともとやられてました、どうですか。いえ、実は全くやったことがなかったんですけど、 お話いただいてからやらせていただいて、まあ、とにかくゲーム音痴なので全くできてないです。逆にジュニアチームとか、それこそお子さんも含めて、はい、皆さんやってるなっていうのは見ていらっしゃいました、はい、そうですね、結構その監督のお話いただいてから、監督になるんだっていう話を周りにした時には、うん、結構皆さんすごい反応をいただいたので、お、まあ、そんなに皆さんやってるんだなっていうのは。あ、そうですか、はい、やり込んでますか。皆さんはやり込んでます。いいですね。私はこう自分なりにはやったんですけど、はい、全く技術が追いついてません。あ、そうですか。いやいや、選手に教えてもらうのもね、はい、面白いかもしれませんけども、楽天ひじりさん監督、はい、どうですかこの罰の意味は。この質問が話を受けてからって書いてあったんで、はいはい、その前か以前からプレーしてましたって意味で罰を上げます。選手時代から。選手時代ではないんです、引退してからなんですけども、はい、結構やり込んでやってます。そうですか。デジタルパーマ、デジタルパーマや。いや、デジタルパーマ関係やない。いや、でもそういう意味では、じゃあ選手の、自分たちイーグルスの3人の選手の凄さもよくわかる。はい、はい、そうですか。さあ、続いてのお題に参りましょう。皆さんには実際にプロスピエースの中でタイムスリップ選手として登場いただいていたりしますが、ゲーム内での自分の能力値をすごく気にしている。お願いします。さっぱっぱっぱっと出てきて、おバツが高橋監督と、そして荒垣監督、伊根監督はね、やっぱりソフトボール選手ですから、そういう意味ではいろいろ気になる部分はあるんじゃないですか、能力値。そうですね、皆さんのはちょっと気になりながら見させていただいてました。これは分析力に来てきますんでね、はい、多分本番で、はい、ぜひちょっとそういったあたりもチェックしていただきたいんですが、じゃあ里崎さん行きましょうか。いや、僕のチームに入団できるかどうかの
ステータスがないとメンバー入れれないんで、僕勝ちにいってるから、ね、里崎は使えんのかどうかが問題なんですよそういうことか、はい、なるほど。やっぱ使えないとメンバー入れれないじゃないですか、はいはいはい、その後やっぱライオンズの森がレギュラーになっちゃうんで、あ、キャッチャーの能力値でいうと佐々木さんは森友哉選手の方が使いやすい、はい、だって今なんで僕あのリアタイで使ってますけど、今9番里崎ですから、打撃がちょっと薄いんで、結局代打に、今の現状の僕のオーダーで言うと代打に吉田正尚が出てきます佐々木さんはあくまで守ってすぐ守ってて、打順が9番で回ってきたら代打吉田正尚が出られるんですけど、だからまあそんな高い能力は望まないんで、照合して同値になるぐらいにしてほしいですね。ああ、なるほど、はい、これこういうことを言いながらコナミさんに多少プレッシャーをかけてますか。いやいや、そんなことない、だからだから次もし出るときは、まあ、74-74 で総力はもう何も言わないです具体的すぎますけどもね、74-74 ぐらいに出られるともすごいオーダーで入ってくるんで、コナミさん後ろで聞いてますんでね、はい、これが生きるかどうか分かりませんけれども岩本さん、岩本さんもこのタイムスリップ選手で出てきますけども、ご自身の能力ちょっと見ていただいて、はい、どうでしょうか、印象は。体力とかものすごい、スタミナとかものすごい栄養につけてもらってるんですけど、尊い岩本さんです、はい、僕ね、これ見た時にスピードが140キロそこそこやったんですよ。お、はい、いや、もうちょっと上げてほしいな思って、ストレートに関してはもう少し出てたんじゃないかと。ほんならどうやってね、変化球145か、まあ、145やったらええかな当時、うん、シュート、うん、なんて言ってもカーブですよ。でもありがとうございます、ありがとうございます、はい、あれフォークって書いてますけど、私ほとんどチェンジアップやったんですよね、あれね。そうだったですか。ちょっと微妙な握りで、あ、はい、ほんでシュート覚えて、次の年からシュートで飯食おうかなと思ったら首って言われたんですよねいや、山本さん9位 C ですよ。 C、 そう、そこがすごく僕は残念で、うん、スタミナあんのに9位ないって、もうないわけじゃないと思うんですけど、でも、でも徳の打たれ強さついてます。打たれ強さ関東数多かったから、尻上がり、尻上がりと超打たれ強さ、ああ、なるほど。あつまチャンネル、いやー、なぎさよく頑張ってたと言いたいところだ。はい、ガンちゃんと里崎さんに完全に持ってかれてるじゃないか。しっかり爪痕を残してこいって言ってるんだよ。次回は頑張るんだぞ。前編の今日はここまで、次回は後編です。またね。お前の夢が叶うと思うなら、なんならポチッと勇気振り絞るチャンネル登録。